アベレージは3割近くのアベレージを残している都合なんですが、三塁のラインより難しい打球だ。さあ深いところ一塁送球、これはちょっと間に合わない。岩崎にとってはちょっと不運だ。当たりは良くなかったんですが、都合のタイムリー内安打。北条もしっかりとボールを取って一塁へというところだったんですが、深いところから体勢の苦しい体勢からの送球になりました。これはどうしようもないですよね、当たりそうですけどね、はい、いっぱいいっぱいで無駄なく送球もしてますからね、緩い当たりで、しかも体が三塁側にこうずっとこう体重がかかる中での一塁送球ですからね。だからいくら筒子の足といえどね、やっぱり飛んだコースが良かっただけで、やっぱ完全なヒットコースですよね。ですよね、強引になってますよね。となるとこの久保の場面でも、あっと前進守備の頭抜かれました。三塁ランナーホームイン、菅田ランナー止まりました。この辺りも本当に、守備位置がね、前進守備だけに当たりは良くないんですが、ことごとくヒット、2点目が入りました。いやこれもね、通常ですと普通のセカンドハーフライナー、5本のヒットのうちの4本がもう内野安打のようなね、本当ですよね、バットの先、そうなんですよね、これもう完全にセカンドのショーフライみたいな形ですね、この辺りは不運ですが、これはもう守備位置との兼ね合いがありますので、しょうがないですね。ただよく言うとやっぱりちょっと高いですね。高い分だけなんか2桁勝ってんだけど優勝なんかできるのかなみたいなことがちょっとね、球界では言われてはいますが、大きな当たりが飛んでいって、そのままスタンドインだ。宮崎の打球、今日は甲子園は風がほとんどないんですが、そのまま持っていきました。宮崎今シーズンの第7号、3対0になりました。しかしよく伸びましたね。そうですね、確かに最後の押し込みの振り込み、本当に振り目いっぱい振ったというイメージありましたけど、若干インサイド寄りでしょうかね、体を回転させてギリギリいっぱいのところですが、フェンスを越えていきました。スイングからすればおそらくいっぱいいっぱい入ってますね。で追い込めば今日はフォークボールがね効きますからね。そうなんですよね。打ち上げたファーストファウルフライ、バッジキュース、変わった柳田ボールを取りました。試合終了、3対0、この3安打完封勝ち。ちょうど去年の6月30日の中日戦以来、1年ぶりの完封勝利、古巣のタイガースから挙げました。いや今日のゲームに関しては岡さんも、完敗、それも久保にやられたと、手が出なかったということですね。完敗ですね、はい、だから仲悪いのかピッチャーが良かったのかといえば、今日はもうピッチャーが良かったと思います。ただやっぱり打の方に反省点というのは、甘いボールの打ち損じは多少ありますけど、やっぱりまだまだ若い選手が変化球の対応能力というか